はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのがこちら。ダン。はい、出ました。呪術廻戦。はい、こちらのね、カントリーマーム。はい、こちらのコラボ商品ですね。はい、これはね、ローソン限定ですね。で、とりあえずこれをね、発売日の今日、取扱店舗の方に行きまして、そしてちょうど品出ししててね、ちょうど箱で置いてあったんで、これ買えますかって言ったら、大丈夫ですよって言うんで、ワンボックス買ってきました。はい。早速これをね、開封していきましょう。はい。大箱から出した状態です。はい。一応箱はね、まあこれは普通に、横のやつを縦にしただけなんですけれども、一応8個入りですね。はい、ワンボックスに8個入りで、なんとミニ色紙1枚入り1,050ということでね、おまけ付きがついているということで買ってきたんですね。はい、でしかも私カントリーマームも大好きなんですね。バカウケに続いて、はいでは早速ね、開封していきましょう。とりあえず8個なんでね、コンプリート1,050出た時点でやめたいと思います。はい、一応ね、この手前から、あとこうね、手前から 1,2,3,4,5,6,7,8 と、順番に開封していきますんでね、まあアソートがどうなって、こういうね、並びがどうなってるのかわからないんですけれども、まあ参考までに、はい、していただければなと思います。はい、ということでこれを元に戻して、ではね、手前の1個目、はい、これはどう開けたらいいんだろうな。普通にこっから開けてもいいんだけど、うん、これこっからも開けれそうなんだよな。こっちから開けてみようか。はい、普通にこっから開けようとしたら破れちゃったんでね、普通にこっから開けた方がいいと思います。はい、多分ね、めくったらすぐ絵柄が出てくんじゃないかなと思うんだよな。よし、いきます。普通に破れたしねなんだ、雑なのかなこれ。よし、いきます。1枚目、せーの。おお、はいはいはい、全員集合バージョン。はい、全員集合バージョンです。こんな感じですね。はい、まあ色紙のサイズとしては、こういう風にちゃんと不二家のステッカー貼ってありますね。富士屋のステッカー、はい、ちゃんとしてる。大きさとしては色紙アートぐらいなのかな、よりちょっと小さい、一回り小さいぐらいかな。はい、いいですね、全員集合。はい、中身もね、凝ってるんですね。ちゃんと呪術廻戦って言って、一人一人のキャラクターがちゃんと入ってます。しかも2個ずつですね。はい、2個ずつ、いいですね。この袋もいいです。はい、味は多分同じだと思いますけれどもね。はい、はい、では左2個目、はい、開けてみたいと思います。はい、では2個目いきます。せーの。ああ、はい、いた通り、板取雄二。はい、板取でしたね。はい、はい、では左側3つ目いきます。せーの。おー、来た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 、五条来た。はい、五条先生来ました。かっけーぜイケメン。
最強聞きましたね、五条先生。いい、はい、やったぜ。はい、左側4個目いきます。せーの。あー、はい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 、釘先のバラ。はい、釘先のバラが出ましたね。はい、はい、ということでね、左側はこんな感じでした。残すは伏黒のみですね。はい、この手前の1個で伏黒が出てくれれば、残り3つは開封せずに取っておきたいんですけれども、いきますでしょうか。はい、いきます。5個目、せーの。あ、いた、通りだ、やべ、ダブった。まあ、おそらくワンボックス揃わないなんてことはないと思うんだけどね、この商品に関しては。はい、ではついに6個目になっちゃいましたね。はい、右側6個目いきます。せーの。ああ、五条先生ダブったけど、これはいいでしょう。これは全然 OK でしょう。五条先生ダブには上等ですよ、本当に。いい、やったぜ。これなんだかんだ全部めくりそうな勢いだな。入ってんのかな全部。はい、いきます。7つ目、せーの。あれ、ちょっとマジでこれ揃うのか、不安になってきたぞ。結局これ全部めくることになっちゃった。はい、ガチか。はい、ついに最後8枚目。いやー、ちょっと伏黒出ないってことあんの、これコンプできないってことあんのかな、一箱で。いきます、せーの。あ、よかった、コンプできた。最後の最後で伏黒、いや、よかった、コンプできねえかと思っちゃって、やべ、びっくりだよ。これもね、これ自体がね、もう一箱税込み612円かな、するんで、もうコンプできなかったら最悪なところでしたよ。はい、結局なんだかんだで、見てくださいよ、このカントリーマームの山、全部開けちゃった結局。はい、結局結果を見るとね、こんな感じですね。板通り2枚、伏黒1枚で、釘先が2枚で、五条先生が2枚で、全員集合が1枚と。はい、こういった構成でしたね。まあ、おそらくボックスによって、違うと思いますけれども、はい、まあ、私のボックスはこういう感じでしたね。はい、いや、よかった、コンプできて。コンプできなかったと思っちゃった。五条先生2枚出たのが嬉しいな。はい、という感じでしたね。今回ローソン限定なんでね、皆さん一応開催店舗が限られてるんですよ、ローソンでも。なのでね、事前に調べて行ってみてください。はい、では今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。